こんにちは、まーこさんはたべともです。今回は予定を急遽変更いたしまして、チャンネル登録者様が1000名様に達したことへのお礼と、これまでの経緯と感想をお話ししてみたいと思います。まず2020年6月8日に初投稿してから132日目、4ヶ月と10日、動画本数83本で1000名の方に登録していただくことができました。右も左も分からず投稿していた最初の頃からコメントをくださったり、見に来てくださった皆様、そしてたくさんある動画の中からまーこさんはたべともチャンネルを登録してくださったすべての皆様に心からお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。感謝の気持ちはこれからも動画を一生懸命作ることで伝えていければと思っております。ぜひ今後ともまーこさんはたべともチャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ここからは1000名様に至った経緯と自分なりの感想をお話ししたいと思います。と言いますのも、私も初めてからここまで来るのに不安になったり、わからないことだらけだったので、 YouTube の YouTube 解説動画っていうのを何回も見て勉強になったり励まされたりしてきたので、私の場合はこういう風に1000名様まで行きましたっていうのを、これから始める方や今始めたばっかりの方に何か参考になればと記録として残しておきたいと思います。まず6月8日からの登録者様の推移を見ていこうと思います。6月8日初投稿40名様、これは私の友人やこれまでやっていた SNS からのつながりで登録していただいた方が40名様、初日の時からいてくださいました。そしてそこから1ヶ月半経ちまして、7月25日に100名様になりました。そしてそこから1ヶ月と5日8月31日に200名様になりました。その20日後9月19日に300名様、そしてその10日後9月29日に400名様、どんどん日数が減ってきて、そして10月に入ってから階段を3段飛ばしで上がっていくようなイメージで、一気にたくさんの方に登録をしていただけることになります。まず10月5日が500名様、10月8日が600名様、10月13日が700名様、10月16日800名様、そして10月17日に1000名様に達することができました。これまで経験して感じていることは、地道にコツコツやっていればキリのいいところで YouTube さんがご褒美をくれはるんちゃうかなっていうことなんですけど、どういうことかというと、私は投稿動画50本目の時、50本目を上げるや否や、以前に上げたこちらの京都朝ごはん巡りっていう動画をおすすめに上げてくれはって、そうすると一気に視聴回数が2000回3000回と増えていって、それに比例するように登録者様もどん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 増えていきました。それがさっきの登録者様の時系列で言うと8月なんです。でもまた違う方は、登録者様が100名になった時に一気に増えたっていう方もいれば、動画投稿が100本目の時に一気に増えたっていう方もいて、本当にバラバラなんですけれども、でもそのキリのいい数字の時に YouTube さんがご褒美あげようかっていう感じで施しをしてくれはるような気がしています。それでおすすめにあげてくれはる動画にも共通点があって、私も何個かあげてもらったんですけども、全て動画の長さが10分以上で、視聴維持率が 40% 以上、インプレッションクリック率が 10% 以上、この3つの条件を満たしている動画はおすすめにあげてもらいやすいのかなというふうに思っています。あくまで自分の経験からの推測ではありますが、特にクリック率を上げるためにサムネイルを工夫することや、少しでも長く動画を見てもらうために動画の導入部分や構成を工夫する
ことは大切なんじゃないかなというふうに思います。最初の頃視聴回数ばっかり気にしていて、サムネイルを頑張るとか少しでも長く見てもらうっていうことを考えてなくて、その2つを考えるようになったら少しずつ見てもらえる機会が増えてきたかなと思うので、ご参考まで。まだまだ私も4ヶ月ですし、83本しか動画を作ってないのでわからないことがたくさんあるんですけれども、今の時点でお伝えできることをお話ししてみました。これからまだまだ準備している企画がたくさんあります。おいしいものを食べ歩きつつ、これからも皆さんと楽しい時間を過ごしていきたいと思いますので、ぜひ今後ともまーこさんは食べ友チャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。